こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では最近ですね、僕がユニクロで買ってめちゃくちゃ良かったニットをですね、皆さんに2枚ご紹介してみたいなというふうに思っています。まあ、ユニクロのニットって結構さまざまなバリエーションがあるので、その中からですね、どれを選べばいいのかわからないという方も少なくないかなと思うんですね。その中で定番的なものといえばエクストラファインメリノのニットなんですけども、これはこれで定番的でめちゃくちゃ使い勝手がいいんですが、ただですね、このニットというのは結構薄手なんですね。ですので結構これはですね、ロンティー的に着るのがいいかなと思っています。インナーを着て、そしてエクストラファインメリノのニットを着て、その上にですね、ジャケットを羽織るようなスタイルに適してるんですけども、真冬になるとですね、どうしても薄手で使い勝手がそこまで良くないかなと思ってるんですね。主に春だとか秋に適したニットなのかなと思っています。で、12月以降ですね、12月、1月、2月、3月ぐらい前だともう少し厚手のニットの方が使い勝手がいいんですけども、今年の秋冬に関してはユニクロの中でこれだと思えるようなミドルゲージぐらいのニットがなかなか見つからなかったんですね。ですので僕はこの動画の中でもよく使っていたのがグローバルワークのビッグワッフルロンティですね。こちらがですね、めちゃくちゃ気に入っていてよく使っていたわけなんですね。一応ロンティという括りの中ではあるんですが、かなり厚手のワッフル地になっているので割とニット感覚で使い勝手が良かったんですが、今回はですね、たまたまユニクロの店舗で見つけた2つのニットがですね、めちゃくちゃ良かったので皆さんにですね、具体的に紹介をしていきたいなというふうに思っています。早速ですね、1枚目からご紹介したいなと思うんですが、それはですね、今僕が着ているニットなんですね。商品名はですね、ウォッシャブルミドルゲージクルーネックセーター括弧長袖というものなんですけども、これは皆さん名作なのでぜひ1枚持っておいていただきたいなというふうに思っています。エクストラファインメイドのニットに比べるとちょっとですね、肉厚になっているんですね。かといってそこまで厚手ではないので、この上にですね、ジャケットを着たいだとかそういったスタイルにも使えますし、そこまで薄手すぎないのでこの上にダウンを着たいですとか、あとはチェスターコートを着るだとか、そういった時にもですね、ちょうどいい厚みなのかなというふうに感じています。見ていただいての通り、デザイン自体はめちゃくちゃシンプルなんですね。サイズ感に関しても流行りのビッグシルエットというものではなくて、定番的なサイズ感になっているのかなというふうに思っています。ですので皆さんにとってのいつも通りのサイズを選んでいただいてもいいかなと思うんですが、僕はですね、ややゆとりを持たせてきたかったので、今回は通常の S サイズではなくて、あえて一つサイズを上げまして M サイズをチョイスしました。見ていただいても分かる通り、ワンサイズ上げてもそこまでゆとりがある感じはしないかなと思っています。ビッグシルエットのものだともっとですね、身幅にゆとりがあるんですが、これぐらいのサイズ感だとピタピタすぎないので、結構ですね、ぽっちゃり体型の男性にも似合いやすいのかなというふうに思っています。で、特徴的なのが首元の詰まりなんですよね。結構丸首のニットって首の開き方次第で見え方が全然違うんですね。で、こちらのニットに関しては少しですね、首が詰まり気味になってるんですね。ですので首の見える分量が少しですね、少なめになりまして、割とモックネックっぽい見え方になるのかなというふうに思っています。普通のクルーネック以上、モックネック未満というところで、すごくですね、秋風に適した首元のバランスなのかなというふうに思っています。人によってはちょっと詰まり気味に感じるかもしれないんですが、僕はですね、秋風であればこれぐらい詰まってる方がかえってですね、暖かいですし、季節感みたいなものが出てくるので、すごくバランスがいいのかなというふうに思っています。カラーバリエーションもいくつかあるんですが、今回僕が選んだのはこのダークグレーになります。グレーというと失敗するとやぼったく見えがちなんですが、ダークグレーなのでシャープな見え方もしてくれますし、ブラックに比べるとほんのりですね、明るさが出るので、すごく使い勝手のいい色かなというふうに思っています。そしてこれはなかなか伝わりづらいかなと思うんですが、生地の色合いなんですけども、ちょっとムラ感みたいなものがあって、そこがですね、平坦に見えなくて、すごくバランスがいいかなというふうに思っています。この価格でこのムラ感のある綺麗な色使いというのは、すごくコストパフォーマンスがいいかなというふうに思っています。そして今僕はですね、このニットを素肌の上に着てるんですね。普段はこういう着方をすることはないんですが、ニット1枚で着た時にどれぐらいチクチク感があるかどうか、これってめちゃくちゃ重要なんですね。やっぱりニットイコールチクチクするんじゃないのかなというふうに不安に感じている方もいらっしゃるかなと思うんですね。それは僕自身も同じで、チクチクしたニットっていうのは着なくなってしまうんですが、これはですね、素肌で着てもそういったチクチク感がほとんど感じられないので、すごく使い勝手がいいニットなのかなというふうに思っています。決してですね、今っぽいビッグシルエットのニットというわけではないんですが、非常に使い勝手が良くて、多くの男性にとってですね、マストな一枚になるのかな
というふうに思っています。今の僕のようにジーンズ系で合わせてもいいかなと思いますし、まあ、ニットの色を明るくするのであればユニクロのブラックですとかネイビーのスマートアンクルパンツで合わせるのもバランスがいいかなと思うので、ぜひこちらのニットはですね店頭で試着をしていただければなと思っています。はい、続いてご紹介するのは今僕が着ているこちらのニットですね。商品名はですねウォッシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーターになります。これまたですねかなり感動的なアイテムかなというふうに思っています。先ほどのニットと実は同時に買ったんですけども、こちらもですね実際に着てみたらもう大ヒットだったなというふうに思っています。まあ、どのような違いがあるのかというと、まずはですね肌触りがまた大きく変わってくるんですね。先ほどのニットも肌触りは結構良かったんですが、こちらはですねさらにいいんですね。ニットというよりは結構スウェットみたいな着心地に近いかなと思っています。肌触りはかなり滑らかでチクチク感はゼロですね。しかもストレッチがめちゃくちゃ効いているのですごく動きやすいんですよね。それでいてスウェットに比べるとニットなので見え方としては上品なので、これはですね僕の中では新たな定番的な一着になりそうだなというふうに思っています。で、先ほどのニットといくつか違う点があるんですが、首周りのフィット感に関してはこちらの方がですね首の見える分量は広くなるかなと思っています。先ほどの方がちょっと首元が高かったんですが、よりオーソドックスで使いやすいのがこちらの丸首のニットなのかなというふうに思っています。これは季節によって使い分けるのもいいかなと思っていまして、先ほどのニットに関しては襟が高めなので割と寒い時期に適していまして、こちらの方に関しては割とですね3シーズン使えるかなと思っています。秋ですとか冬ですとか春にも使えるので、そういった意味では着れる時期が長いのがこちらのニットの特徴なのかなというふうに思っています。あとは表面の質感もちょっと違うんですね。先ほどよりも結構目が細かくて、その分ですね肌触りが良くてすごくですね上品な見え方になるのかなというふうに思っています。あとはサイズ感もちょっと違いますね。こちらのニットに関しても僕はあえてワンサイズ上げて購入をしたわけなんですけども、比べてみると身幅のフィット感はそこまで変わらないんですが、着丈がですね若干こちらの方が長くなったかなというふうに思っています。ですのでサイズ選びがちょっと難しいかなと思うんですが、通常のサイズを選ぶのもいいかなと思いますし、ワンサイズ上げて今っぽく着るのもいいかなと思うので、このあたりは皆さんのしっくりくる方を選んでいただければなと思っています。で、色なんですが今回はオフホワイトというですね明るめのものを僕はチョイスをしました。まあ、先ほど選んだものがダークグレーで暗めだったので、それとまた使い分けるという意味でこちらを選んだんですが、すごく清潔感があって秋風の着こなしの中にですね明るさを足すことができるので、これまためちゃくちゃ便利かなというふうに思っています。まあ、このニットに関しては僕は単体で着るよりもこの上にですねダウンを着たいですとか、もしくはチェスターコートだとかロング丈のアウターを着ながらですね活用することが多いかなと思います。ちょっとその様子も皆さんにお見せしたいなと思うので、この上にロング丈のコートを羽織ってみたいと思います。はい、どうでしょうか。先ほどのニットの上にですねロング丈のコートを羽織ってみました。ちょっとですねシルエットとしてはビッグシルエットのものを今回は選んでみたんですが、このようにですね秋冬の着こなしに関してはブラックですとかネイビーのようなロングコートを着ることが多くなるかなと思うんですね。まあ、そうした時にですね中に着るニットを明るめにすることで結構差し色的な効果があるので、僕はこのニットをですねこのような着こなしで多く使っていきたいなというふうに思っています。今はですねこのようなロング丈のコートを着ていますが、やっぱりダウンに関してもですねブラックですとかネイビーですとかダークグレーを選ぶことがあるので、どうしても着こなし全体が暗くなってしまうんですね。ですので明るめのニットがあるとすごくバランスがいいかなと思っています。で、特にですねこういったロング丈のコートを着るときには中に着るニットがですね着丈が短すぎると、これまたあんまりバランスが良くないので、このようにワンサイズ上げて少し着丈に余裕を持たせた方がバランスがいいのかなというふうに思っています。このニットはですねめちゃくちゃ着心地がいいですね。スウェットっぽい着心地なんだけど、見た目は完全にきれいめなニットというところで、ぜひ多くの男性におすすめしたいニットなのかなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では僕が最近買ったユニクロの2枚のニットについて解説をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。まあ、どちらのニットもですね正直僕にとってはですねめちゃくちゃ良い買い物だったかなというふうに思っています。まあ、冒頭にもちょっとお話ししたんですが、今期のユニクロニット中肉厚のものでなかなか良いものがないなというふうに思っていたんですが、やはりですね12月に入ってすごくいいニットが出てきたので、さすがユニクロだなというふうに改めて実感をしました。
まあ、それぞれのニットですね、なかなかコーツがつけがたいんですね。今着ているニットに関しては特に冬場に関してはめちゃくちゃ重宝するかなと思いますし、もう一枚のニットに関しては春秋冬と3シーズン活躍してくれるので、これまたですねめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思っています。そしてユニクロの最大の魅力でもある価格帯ですよね。この値段でこのクオリティのニットが出されてしまうとですね、なかなかですね他のお店では買いづらいかなと思うぐらい非常に完成度が高いニットかなというふうに思っています。ぜひ皆さんにはですね実際にお店に行って試着をしながらユニクロのニットの魅力をですね感じてもらえたらなというふうに思っています。まあ、これからもですねこちらのチャンネルではユニクロですとか GU ですとかグローバルワークですとか、このあたりの価格帯の抑えたショップの中からベーシックで使いやすいアイテムをですねどんどんご紹介したいなと思うんですが、もっとトレンド感あふれるアイテムですとか中級者向けのアイテムというのはですねメンバーシップ限定の動画でどんどん公開してますので、ぜひですね下のリンクからチェックをしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。